NG2 ショットに、ニュース、増田隆久ラジオ共演、中丸雄一のアパ3回で最後の鳥でカンマシマシ、中丸には3、方向からの今、人気グループニュースの増田隆久38、に大きな注目が集まっているようだ。増田とカトゥーンの中丸雄一、40がパーソナリティを務めるラジオ番組、増田隆久中丸雄一のマスラジオ、 MBS ラジオが8月14日深夜に放送され、マスダがアパ密会が報じられ謹慎を発表した中丸について言及したのだ。マスダが、マスダ久のマス丸ラジオとコールして番組がスタート。続けて、すでに発表がありました通り、このラジオのパーソナリティ中丸雄一が活動を自粛して、この番組の出演を見合わせることになりました、と説明した。 さらに、ラジオを楽しみにしてくれた方々にはごめんなさいの気持ちでいっぱいです。このお休みの時間にいろいろ自分を見つめ直してもらいたいと思います。この番組は続けていきますので、引き続きよろしくお願いします、とリスナーに呼びかけた。中丸をめぐっては8月7日配信の文春オンラインが、橋本環奈寺の女子大生とアパホテルで密会していたとスクープ。 中丸は、1月16日に元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈32との結婚を発表したばかりだったにもかかわらず、路上ナンパした女子大生と連絡を取っていたこと、そしてアパホテルで密会していたという不倫も同然のスキャンダルが発覚し、禁止することになった。相手女性は文春の直撃取材に対し、ホテルでは何もしていないと話しているほか、 過去に中丸からの誘いを20回ほど断っていたとも明かしている。MBS ラジオは中丸の近親発表を受け、マスマラジオにつきまして、8月14日水曜日放送分より、出演は増田隆久宮島桜の二人でお送りします。中丸雄一さんの所属事務所から活動自粛が発表されたことに伴い、当番組への出演を見合わせることにいたしました。 とコメント。番組名は当面変更されないとしている。マスダの言葉を受け。テゴマスのラジオからマスマルラジオになったけど、またも相方のやらかしでまっすー謝罪まっすーしっかりしてるのにいつも周りがやらかすから謝罪側でかわいそう。中丸くんもメンバーの脱退でラジオ終わっちゃってずっとやりたいって言っててまっすーの番組が。 叶えてくれたのにさ、大バカ野郎すぎる。マスマルラジオ聞きました流れたのはニュースの曲一曲のみいつもはカトゥーンの曲も一曲流れるのにね、寂しいね。といったコメントが X、旧ツイッターには寄せられている。